しなじいさんいらっしゃい。飲んだ感想みたいにちょっと言ってみてよ、生で言います。俺ドルさんと話してる感想。今日ヒカさんいないなと思って、寝てたのかな。今日ね、うちのリスナーさんも和道を今日チャンマンに対抗してリスナー狙ってるからね。サファイアさんお疲れ様です。最新書としての戦いが片尾くんいらっしゃい、ありがとうございます。今日はね、俺自分のことよりね嬉しかった。とにかく和道が自分で研究をして、その片尾くんありがとう、なんていうんだろう、自分の欠点だとか足りないところを前の日 JK だね、自分で発見をして、それを自分で試してみて進化をしたのを今日見られて、気合も入ってたし、本当にね、あの1ラウンド目は本当に良かった。今日帰ってさ、何回も自分の動きを見て、はい、1ラウンド目の、はい、あるやつあんま見なくていいから、はい、でも1ラウンド目と2ラウンド目の、はい、メサイアさんおはようございます、比べてみて何が違うのか。もう今で分かります。あれはもう息がかかってます、うん、もう動けないっていう、ちょっとひどかった。ララさんおはようございます。だからあとはその、はい、呼吸、はい、はぁはぁはぁやると、はい、どんどん疲れちゃうね、はい、鼻から吸って口から吐くっていう、あとはリズム、リズムに乗って動くと人間ってずっと動いてる、あの縄跳びみたいな動きとか、だからみんな縄跳びやるわけ、はい、あとはダンスと、ね、ダンスとかはずっと同じリズムで動かすから、バタバタするとすごい疲れるね、はい、縄跳びもね2ラウンドぐらい入れたいな。スーダンさんでも縄跳び持ってこうかなと思って、旅にバンテージと、うん、縄跳び絶対必要、はい、縄跳びだったらその息上がるよ、はい、縄跳びいいなと思って、で体重も絞りに入ってるんですよ。いや顔がすごいスッキリした、はい、お腹はまだあれなんですか。たった1週間で顔スッキリした、はい、ちょっと走る量増やしますもっと、うん、今日みんなね、まあ、俺も夜普通にやるけどさ、和道はリスワン狙いなんで、もし夕方とか夜とか配信ついてたらぜひ皆さん行って、コメントね、リスワンはコメント大事なんで。仲良しなんじゃないよ。俺がドレさん、俺がドレさんのこと慕ってるの好きなの。本当にね、今日は良かった。いや嬉しいですね。あと1回しかないんだけど、はい、ね、最後必殺技を伝授してね、はい、あれ使いこなせるかどうかもあとは和道次第なんだけど、はい、まあその必殺技をね。でもあれさ、相手がじっと立ってるところに入れんのとさ、はい、動いて使うの全然違うでしょ。全然違いました。やり込まないと、はい、だから本当に足殺して相手が動けなくなってからフィニッシュブローだなんだなっていう。立ってるやつにはあれ最高に効果あるから、はい、その辺がうまくできるようにならないと、うん、だからやっぱ回転はこう柱とかにそばっとだけ、はい、立ち位置だけっていう、もうポイントは一つ、はい、回転軸をどこに置くかっていう、もうそれのみだ。あ、じゃあ小泉さん今日俺和道は やろうっつってくれたんだけど、俺が筋肉痛ひどくて動けなくてさ。これじゃプロボクサーだ。じゃあ小泉さん、あれですね、格闘家の方もですね。ヒカスさんもあれでボクシングやってるの。あ、そうなんですか。ボディービルの方だと思ってました。ボディービルがメインが、若い自分に同じジム行ってたんだけど、同じジムっていうか、はい、俺は渋谷店で、はい、ヒカスさんは池袋だったんだけど、これはボディービルダープラス、はい、ボクシング。はあ、あんな腕で殴られて死んじゃうよ。44ですよね、確か腕回り、うん、そう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 。ねえ、ドレさんどれくらいなんですか、ここは。俺も全然太くないよ。40でもありますよね。ないんだよ。僕33なんですよ、今、うん、腕あんま太くしてないの。あ、そうです。え、ボディービルもやってるんですか、ドレさんは。やってない、俺はその格闘技強くなるために体幹とか
な必要な筋トレね、はい、してるだけで、はい、あのねやっぱりスタミナもちろんさ、はい、もしボディビルダーがスタミナあったら、はいはい、みんなやるんだよ。だってすごいパンチ打てんだから。でもグリコーゲンをものすごい消費するの筋肉って。だ筋肉つけばつくほどスタミナ早く上がるの、はい、だから和道が走り込みに足んないのもあるけど、はい、筋量が増えてきたから適正体重じゃないですかね。ちょちょちょ肩とか腕の筋肉がでかくなってきたから、はいはい、スタミナ取られてんの。あ切り返しのサイズ、あでもピポットとか使ってますよ。あできるようになってる。あんまりねいろいろ教えちゃうとねやっぱり僕はあのアステルガー消化しきれないんだよね。アステルガー症候群っていうその、うん、アスペっていうあの病気なんですよ。あんまそう見えないんですけど結構ひどくて、で結構真に受けちゃうタイプの人で、あのイラッとしちゃうんですよ。あの皆さんの中にその画面の向こう側にそのプロの方とかいらっしゃるのは分かるんですけど、あのなんつうんだろう、ネット弁慶の多さを僕は結構知ってて、うんその人がプロなのかとかっていうのは判断できないんですよね。だから僕はいつもあの会ったことある人の言葉を信用してます。コメントは基本信じないっていう。まあワロンとかまたそういうのが湧くんだよね。湧きますね、まあ、俺が教えてやるよみたいなやつだね。そうですそうです。毎日経験者なんだろうけど、そうですね、あ結構もう嫌ですね。イラッとするね。イライラします。うん、でもねアスペがダメとは限らない、うん、あの格闘技っていい意味でバカじゃないとできないわけ、うん、やれって言われたことをこれ何の意味があるのと思う人もうダメなのダメなの、はい、本当に、ね、意味があるから言ってるんだよ、はい、その体とか体験に結びつくまでが苦しいんですけど、うんうん、これかってなると超面白いです、うん、なんかそのいろんな意味全部の理にかなってるなっていう、うん、俺も結構取れ高出てるから。石田さん放置良くないよ。いや、やんなよ。いや、違うんですよ、ノンタンの方が閲覧稼いでるんですよ。あ、そうちょっと見てきます。ノンタン閲覧ですね。まあ、実は、なめねこさんこんばんは。残すところあと1回になったんで、ね、4月からはこれ3ヶ月ね、一緒にできればね。なめねこさん、ありがとう。もっとこういけるのは分かってんだけど、まあ彼も配信者として次のステップで旅配信があるから、もう俺もねうかうか知らない和道たちがこんなこう迫力ある試合ができそうになってくると、俺ねやっぱみんな期待してくれてるからプレッシャーそれなりになってね、自分の練習もどんどん上げていかないと人の世話ばっか焼いてらんないね、本当に。そうね、なんかね彼なりに相手が軽くてスピードあるから自分はそのパワーで対抗しようと思ってね、身長に合わない体重にもしちゃったんだけど、今少しその自分で一回それをやってみて重いなって自分で気づいて今削ってるところですから、そうね、まあ試合までにあと5キロ落ちたら75ぐらい適正じゃない、身長からいくと。75でもちょっと重いんだけど、相手70キロぐらいだから。やっぱりねこう口で言っても分かんないですよ最初。なんかこう腕が太くてねパワーがある方がこうパンチが打てんじゃないか、だんだんやってるうちにそのシャープでキレがいい方がパンチに威力があるってことは分かってくんだけど、それはもう時間かかるから。まあぼちぼち、でも本当にね、まあ今日で4週4回目なんですよね、あるいは5回目ぐらいなんだけど、本当に最初とは見違えるようになってきて、ね、
ラニさんこんばん、久しぶりだな、あの全くの素人何にもやったことなかった。あ、まあ空手をちょっと知ってたのかな。まあでもだけど素人だよ、ね、言ったら、だけど真面目でね、あのトレーニング始めて3週間ちょっとなんだけど、もう毎日ね、下手くその旦那ってコメントでボロクソ言われても、とにかく来た、これ30分後ぐらいにアドレナリン、シャドーボクシング、アトピーなのこれ、なんか変な難病だよ、なんかストレスがたまると皮膚がただれちゃうので、海が出てきちゃう。うん、クロフードって誰？俺？それは俺はその彼女がそれでブルースリーを見てるから。綺麗だよ、ノンさん。今日だって俺やってないよ。そうそう、対象発信だけ。テルチャンピンだけど、素人素人って言うけど、放送出たくなくなっちゃうでしょ。それって J2 かなんかでプロのサッカー選手です。あー、地下の人。あの人だってプロで25戦やってる人だよ。やっぱりね、人のね、コンプレックスつくのは良くない人として。こんなの、おー、マッチありがとう。その人をさ、しかも体格もいい人、80キロ強ある人とさ、ね、1ラウンド目はもう本当に勇敢に戦ったからあれだけでも、今日そのもらってもいい、もらうかどうか分かんなかったから、あのとにかく前に出てみようと思って。前はね、もう本当にね、なんていうの、そうそう、俺のね、15個上、ビビっちゃって何もできなかったら打たれたくないっていう思いで、今日はね、相打ちになってもいいっていうので、根性を決めて前に出て、随分あの試合らしくなった。普通に俺は彼女は最高に綺麗だと思ってて、俺タイプです、いいんだよ別に好き嫌いは、うん、価値観なんか人それぞれ、そう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 、人の女をさ、ブスとかどうとか年上だとかなんだとかババアとか言うけど、お前女いんのかよまあ今日ね、あの大阪先輩相手にね、あれだけ堂々とやれたら、はい、試合の日相手ちっちゃく見えるから。あ、それは思いますよ。ドレさんとか大阪先輩とかタイガーとか、タイガーとやってる怖いし強いんで、多分テルのパンチもらった時に気づくんじゃないかなと思って、うん、蹴られた時とか、あれみたいないや、蹴りはあいつの方が強い可能性ある。あいつサッカー選手だから、そこを警戒する、うんでもなんかそのなんか向こうが出してきた条件が蹴りありだったら出ますよみたいなノリだったんですよ、うん、ルールとして。だから自信あるんでしょ、はい、だからあの練習であんま蹴り使わないのはパンチ打てるようにならないと、内訳ができないと、あのなんていうんですか、効果的じゃないっていうの。だけど和道も蹴り相当強いんだよ。結構自信あるんですよ、強いあれがね、もうちょい力が抜けて、はい、パンチシャープになってきたの、はい、あれは足でも膝のその、はい、スナップが効いて、はい、スナップが効かせれるようになるとね、もっと威力出るから、今はもうなんか力でガーッと押してるけど、ね、あれに膝が入ったら、はい、俺だって立ってられない、ローガー取ったら。お、亀尾だ亀尾いろんなとこだ。そうなんですよ、亀尾いいやつ、実は蹴り得意だった、亀尾いいやつだ。そう、蹴りを有効的に生かすために、カメオ辛口系コメだけど、めっちゃいいやつ。おたもつさん、お疲れ様です。そうそう、今日ね、あのリスナーさんは大阪で帰ってくれたんだけど、結局ね、小泉さんね、なかなかわかんないんだよ。もちろん手加減してくれたんだと思うけど、なんでその早く引かなきゃいけないの。あ、行って、あ、これやべえわ。ダムリオン、いつも挨拶だけど、これやべえ、あ、並んだ。あ、こっちの方がないといいね、少し。あのアドレナリン出てたから痛みはなかったんだけど、痛みが出てきた、これ
今日はねローキックがねバッツーンと当たったからさ、大阪先輩とユンユンさんっていう人、痛い痛いっつって、あのニコ生の1万人コンビの女生でさ、今日はね俺がそのスパーリングの人に言ったの、わざとちょっと強めに蹴って、ユンさんの、そう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 、要するにガードを上げろなんつったって分かんないんだよ、ニコ生の蹴られて立てなくなれば今日いたんだよ、ローキックのカットがどれだけ大事かっていうのが口で100回言うよりも1回蹴った方が早いから、だってさ俺あれすっごいイベントの高いサッカーフォワードの人見たことあるけど、みんな知ってる、あれプロのパンって蹴ったシュートギューンって言うの、今30分経っただけでさ明日多分歩けない、弾丸シュートってやつでギューンって会場に聞こえるんだよ、で空気を切る音、え違う、カメラはいいやつなんだ、うん、大阪先輩もう帰ったよね、いないよ、うん、そう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 、来週も来ていただけるって、ああそういて、これやっべえ、誰が足つけて蹴ったんだよ、それ一発だけだよ、はい、あれさ、いていてえなんつってる間に多分3発蹴られてるから、はい、もうやられてますね、それで多分試合終わってて、終わってますね、いや来週の日曜日まで痛いと思うよ、多分、うん、いやドレさんの陰道部痛かったんですよ、ここあれは靭帯だから、はい、また別なんだけど、今それ筋肉潰しで張ってるっつうか、なんて言うんだろう、軽い肉離れ起こしてるから、そんな感じ、骨と骨の間に筋肉挟まれたんだから、そうそうそう、それっす、なんかね、だからやられて痛いことは相手にも効果的なんだよね、そうっすね、上がんなくなるもん、ここが痛いのも上がんなくってことはカットができなくなるから、ミドルロー蹴り放題になる、一発いいのが入ればしかも踏み込めないですもんね、ジャブ踏み込めないし、足死んじゃえばパンチも手打ちになるし、勝ち確ですね、で2ラウンド目にスタミナさえあればやりたい放題、超おいしい、テルチャンピ見てるか、テルチャンピで1ラウンド目にどれだけ足を殺せるかっていう競争なんだよ、はい、テール見てるか、応援ありがとう、ハルさん、あのね最初はね、そうワードも覚えてて、あの打撲症は48時間冷やす、はい、冷やす、ひたすら、はい、はい、アイシングですか、48時間はアイシング、はい、今日から、はい、で3日目から、はい、まあ、お湯でほぐしたりとか、はい、まあ、少しさすってみたり揉んでみたりっていう、はい、今は炎症を起こしてるから揉んだりさすったり伸ばしたりは絶対しちゃいけない、これダメなんです、ひたすら冷やす、わかりました、あの、ね、コンビニの保冷剤とかを低温やけど起こさないように、はい、あのビニール袋に入れてタオル巻いて、はい、でも放送してる間1時間とか冷やす、はい、それが一番早く治るけど、変に温めたり揉んだりこうやって痛いから押したりするとどんどん炎症がひどくなるから、はい、了解です、格闘技歴20年って揉んでよし、さすってよし、冷やしてよし、挟んでよし、半分勝って半分負けてるっていう、いや体悪くないんじゃないの、大阪先輩よくは緑取られて現れるの、いや全然違うと思うよ、超温厚で超いい人だよ、いや分かんないけどね、じゃあもう2回やったことジジイだから、そうすごい礼儀正しくて超いい人だよ、いつ来るの、なんかテンション上げて言ったり怒ったりする疲れちゃうから、いや楽しいね、最高だよ、やっぱさできるようになると楽しくなんない、今までは楽しいっすよ、うん、まあ、ただ一個だけつまらないのは本当にコメントでなんかあの世界チャンピオンが来るのか、いいやね、そんなのは戦わないやつ言わしといたらいいの、どんな世界チャンピオン、何人いんだこいつらみたいな、いや悔しいから言ってんのよ、すげえなと思って、はい、だからああいう風に大したことねえなって、そうなんか一言目絶対突っかかってくるんですよ、わざわざ言う必要ないね、なんで俺なんかこんな言われないといけないんだろうみたいな、ゴンタンさんお疲れ様です、だそうなんかしたみたいな、俺スタートさ、カメラもうカメラつけて走ってるだけなの、ダメだよ、岩手に魔法の温泉が、小泉さん俺はもうちょっとちゃ自分も人のこと言ってないのでちゃんとやんないと、なおなおでこんに
ちはも言えねえのか。しばらくね、あの風邪ひいて休んじゃったから、また今体作り直すとこからやってて、ね、何やってるんですかって。やっぱその格闘技だけじゃなくて筋トレも入れていくと、走り込みがどうのこうの、なかなか、ね、誰なんだよ、どこからやってくるどこ目線。まああの和道と俺のセッションが、和道とね日曜日は一緒に練習してんの。なんだけど、もう終わりなんだよね。4月から。いや徳光さんマネージャー、ハビ配信に出るから、もう本当にあと1回で終わっちゃう。大場所いいね。そうそう。夕方になると誰もいなくなるんだよ。さっきまで人カーって子供いたけど、今誰もいないでしょ。まあその配信の中で何回言ってるんだけど、俺は別だよ、期待もされてるから、俺はもうしっかりやり込まなきゃダメなんだけど、和道はあの配信者だから、配信者が格闘技に挑戦するっていう企画だから、大阪先輩、今東京先輩っていう人でリスナーさんなんだけど、しか小泉さんは東京の方なの？じゃないよね、東京じゃないんだよ。ゆうゆうさんっていうそのあの万人コンビの人気生主の彼氏さん、うん、ゆうゆうさんも東京。あとね、俺は割と体重あるけど、ハイボールいいね、ハイボール絶対美味しいよ初めてばっかりの人がね、16オンスはね、あ、ネオさん、こんばんは。ありがとう。ケチャラモジャーさん、いつも会えてもありがとう。いらっしゃい。やっぱ16は重いよ。ただ、まあ、小泉さんボクサーか分かってると思うけど、重いっていうのを、あ、重いなと思わないで、もう楽だなと。ガードすんのも楽。ね、あの振り子が重くなるから、パンチ出しやすいなと思った方がね。俺は16大好き。ライトが怖い。ホラーって言ってもう、サダコの上げときゃもう、とりあえずパンチで倒されることなんかないんだ。俺の彼女。おじさん、ちびっこいおばちゃん。ちびっこくて可愛いおばちゃん。どんさん。ちっちゃいでしょ。俺が170ぐらいでもね、どんさん150しかないからすごい小さく。今日はね、いつもは2人でやるんだけど、和道は今日はリスアンでやってるから戻ってきましたよ。痛いと思うよ。痛いっす、これ。これ多分ね、夜歩けなくなって、明日は、いや、明日痛いっすよ、絶対。シャドウとかできないかもしれない、走るのも。そうですね。まあ、様子見ながら、鍛えます。腕立て伏せやるとかね、はい、上半身、腹筋やるとか。はい、別のところやるんで。まあ3日間はダメ、使い物になるの。そうっすね、モロ入っちゃったから。前回それで1週間休んじゃったんですよ。3日、要は初日走ったんですけど、10分走ったらもうダメだって言ってるんですよ、体が。あ、もうダメだって。無理しない方が、はい、そしたらなんか心折れちゃって。だけど今日のもらった一発っていうのは、はい、もう練習に換算して、はい、もう 4,50 時間分のレッスンなんだよね、はい、超価値あると思いました。そう、はい、あそこもらったら死ぬあそこ蹴られたらもうダメ、逆に蹴る。だからそのオフェンスももちろん大事、攻撃もです、ね、はい、相手にダメージ与えたいんだけど、はい、もうそれに今日頭いっぱいになってた、はい、序盤そうでした。カット忘れてるから、はい、もうなんなら根性で一発目もらってもいい、蹴ってやるっていうつもりでいったから、はい、好きだダメなんだよ、それじゃ。だからガラ空きのところにバチンいったから、どうしても痛かったらフェルミナックっていうのが入ってる、はい、痛み止めの湿布貼ってもいいけど、はい、まあ、キャスメにしかなんだけど、冷やしたりした方がいいけど、ちょっと一応、はい、変えたら買っとけば、まあ、冷やすだけで大丈夫です。いやいや今はいいけど、絶対痛くて動けなくなるから、はい、貼った方がも早くは治るよ。あ、なんとかそういうの詳しいもんね、いっぱいで。薬局大好きだから。喋ってる男は誰？お前さ、ちょっと動いたやつ。お前さ、喋ってる男は誰ってさ、どこ目線なんだよ。分かった、亀尾。分かった。せめてなんか、うん、なんかこう。俺だよ、俺、うん。分かってないからさ。ローキック一発でダウン割ろたって分かるよ。
俺も多分みんな目線でさ見たら笑うよ、ダッサって言うよ、蹴られてみ倒れるから絶対。じゃあどれさん、サムネを、そう、あの格闘技をね、あの20年やってる僕の師匠です。それあんまりやめて、プレッシャーになる下手だから下手の横付き、プレッシャーかけてるんですよ。ジャズさんありがとうございます、いつもありがとう。あ、どうですか、じゃあ、そういうことか、もくん、ごめんごめん。そうそう、あのふわっちで深夜帯にね雑談配信やってる、どれの深夜食堂さん面白いよ、うん、格闘技の師匠。そうそう、師匠も違うんだよ、俺も習ってる身で一緒に練習してるだけなんだからと言っていただいて、和道から学ぶことも多いし、ハッチさんありがとう。ハッチさんあれだ、うん、そっちの枠の方ガチかっこいいです、花火してくれた、ありがとうございます、花火くださってありがとう。ガチかっこいいです、ハッチよ、ハッチ来んの、あの会ったことないんですよ、もうずっと見てくれてて、ずっと応援してくれてるんですけど、ハッチさん会いたいんですよ、試合来てよぜひ。隠れてチケット入るかどうか分かんないけどね。ですね。ひょっとこ。ハッチはいたよって言ってもらいたい。うん、その恥ずかしくて、あ、まあまあね。っていうのは、それはそれで。実は俺いたんだぜっていう。ドレさん、チャリで来てたから、都心に住んでるの知らない、分かんない。ドレさんがどこに住んでるのか。でも、まあ、チャリで来てるってことはこの辺なんじゃないの、分かんないよ。埼玉とか。グラップラーバキみたいな。富士山の樹海まで走るからね。いや、俺外半身5時間ぐらい歩いてるわ。知ってます、知ってます、築地とかまで歩いてるとかして、そう、そう、なんかね、あの、なんだ、キャスの方は、なんつう、配信スタイルがちょっと違うもん。あ、そうそう、あの、走り込みですね、うん、もう、あと3ヶ月どれだけ走れる、まあ、俺は踏むって言うんだけど、はい、どんだけ踏めるかっていう、はい、縄跳びでもいいよ、雨だったら、はい、どっか旅に出てこういう公園見つけたら、はいはいはい、縄跳び、縄跳びどういうのがいいんですか、あのビニールのあれでいいんですか、うん、もうだってこんなとこ外でやったらすぐ傷んで切れるから、はい、縄跳びの安いやつでいいから、はい、それで、あ、でもね、あんまり子供用だとね跳びづらくて、はい、本当は革のロープが一番いい、革のロープの縄跳びさん、ボクサー用の、それがこう、ボクサーって川で飛んでるんですか、あれ川、へえ、ちょっと値段張るけど、まあでも、はい、あの探せば安いのあるかな、3、4000円ぐらいですか、あんじゃない、中古だって何だってんじゃない、まあ、でもあの木のロープのやつでもいいですよね、別にあれダメですか、あれ重いじゃないですか、ちょっとあのね、はい、ある程度重みがあった方が、はい、飛びやすい、やると分かんないけど、あの、はい、子供が使うビニールのやつ軽いから、あ、違いますよ、あ、あ、花火ありがとう、ハッチありがとう、飛びづらいね、あのグリップが木になってて布になってる紐の部分が太、ちょっと太めででビニールがついてるやつ、飛びやすいならいいけど大丈夫ですか、多分、ね、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん、もう